永正5年6月、15年ぶりに、都に帰還した足利義稙は、征夷大将軍に再任されました。義稙の、第二次政権の始まりです。しかしこの政権は、発足当初から、危機に直面していました。御所様、三好行長が兵を率いて、都のすぐそこまで接近しています。予期はしていたが、こんなにすぐとは。しかし焦るな。こちらも早急に兵を集め、迎え撃て。はい。義稙が、近江に追い落とした、足利義澄は、三好行長を総大将として、都に兵を差し向けました。この時義稙方は、2、3万ほどの軍勢を集めたことで、戦わずに、三好軍を退却させることができました。三好殿、戦わずに、逃げたと聞いたが、誠か。誠でございます。一戦も交えず逃げるとは、恥ずかしいとは思わんのか。こたびの戦は、義稙方が、どれほどの実力かを、測るための戦。まさか3万もの大軍を集めるとは、思いませんでしたが。これで、義稙の実力は、十分測れました。というわけで、僕たちは阿波に帰るねー。逃げるのか、細川殿。決して逃げるわけではありません。阿波に戻れば、阿波の兵が使えます。我々が、次に都を目指すとき、我々に付き従うのは、一騎当選の、阿波の、強者たちです。次の上洛戦では、必ずや、都を取り戻せるでしょう。ま、そういうことだから、バイバイ。住元たちは戦で都を取り戻すつもりのようだが、そんな回りくどい孤島戦でも、義稙一人を亡き者にすれば、話が早いではないか。義稙を亡き者にとは？なんだか雲行きが怪しくなってきた。そうだね。都を取り戻したばかりの義稙は、今度は、都を奪われないために、まだ、戦い続けなければなりませんでした。まだ、戦いは、始まったばかりなのです。義稙が、都を奪還した翌年の、ある夜のこと。うん？足音。そこにいるのは何者だ？くせ者。義澄の手のものか。くぅ？この私に、傷を、負わせる、とは。なかなかの手だれと、お見受けした。その強さに敬意を払い、私も本気を出そう。どうした？かかってこい。その剣で、私の夢を、終わらせてみせろ。逃げるとは？所詮義澄の犬か。義稙は、義澄の刺客に襲われ、傷を負いながらも、撃退しました。強いな義稙。とはいえ、近江の義澄が、都奪還を狙う限り、義稙は、夜も眠ることができません。義稙は、積極的に、義澄を排除しにかかります。どうやって排除するのさ。当然戦です。義興。そなたが西国から、連れてきた強者たちなら、義澄を討伐できるか。お任せください。では早速出陣して。お待ちください。どうした高くに。これは御所様と、近江の久保の戦いであると同時に、それが死と、住元との戦いでもあります。この戦、それが死にお任せください。敵は強いぞ。勝てるのか。必ずや、勝ってご覧に入れます。高くには自信満々だね。そうね。でも、この細川高くにという武将には、重大な欠点があります。どんな欠点なの？戦下手です。ダメじゃん、武将として。永正7年、2月16日、細川高国の2万の大軍が、義澄の拠点である、近江岡山城に進軍。そして敗北します。さすが戦下手。高国は責任を取って、出家を決意するほどでした。一応、義稙が幕府に留まるよう、説得したため、隠居することはありませんでしたが。でも、この流れで負けちゃうのは、まずいよね。勝った義澄は勢いづくだろうし、当然勢いづきました。と、同時に、義澄は確実に都を奪還できるように、冷静に、戦の準備をし始めます。勝った勢いに乗って、今すぐ、
都を取り戻したいところだが、吉種は強敵だし、失敗すればまたポンコツと呼ばれてしまう。なんとしても負けないためには、まず、味方を作らなくては。吉住は味方を増やすために、奥の手を使います。自分の子である、吉綱を、阿波の細川住元に、吉春を、播磨の赤松吉村に、預けました。つまり、自分の後継者になりうる子供たちを、人質に出してまで、味方を増やそうとしたのです。なんという執念。さらに吉住は、九州の大友氏とも、吉見を通じます。大友氏は、長年大内氏と敵対関係にある大名です。吉住と大友氏の友好関係は、吉種政権の軍事力の要である、大内義興に、動揺を与えました。なかなか巧妙に立ち回るね、吉住。私は細川の戦王に耐えながら、15年間、都を守ってきたんだ。都を、落ちたまま、死ねるものか。最後の戦いだ。ポンコツのくせによく頑張ってるじゃーん。近江の久保様が作ったこの好機、逃してはございません。ご下手を。オッケー。出陣しよっか。ギョい。永正8年、6月。住元と雪長は、都を目指し、阿波を出陣しました。住元が都に迫っています。全力を持って迎え撃つ。15年間、逃げて、隠れて、地獄に耐えて、ようやく取り戻した都だ。死んでも都を守り抜け。は。こうして、吉種と吉住の、将軍の座をめぐる戦いは、最終局面を迎えます。熱い展開ね。阿波の者たちは、それがしが、何としても食い止める。高国の領国は、阿波から、都への進路を塞ぐようにあり、必然的に、高国と住元は、最初に衝突します。これは高国、活躍のチャンス。でもさっき言ったこと、覚えてる？なんだっけ？高国は戦下手です。確かに言ってたね。そんなこと。摂津の国で、住元を迎え撃った高国は、あっさり敗走。都に逃げ帰ります。しかも、河内の国で住元を迎え撃った、畠山久信も、敗れます。こうなると、単純に住元が強すぎる説。それは絶対あるね。そして、破竹の勢いで進撃を続ける住元は、いよいよ、都に迫ります。住元の軍艦、もう、すぐそこまで来ています。一度都を捨てて、体制を立て直しましょう。私は悲観。なぜですか？15年だぞ。15年間恋焦がれ、戦い続け、ようやく取り戻した都だ。捨てるなど、考えられん。ならば、大内殿、縛ってでも連れて参りましょう。了解だ。おいお前たち。とまあこんな具合で、泣く泣く都を放棄した吉種は、丹波の国に退却しました。その直後、がら空きになった都に、住元は入城しました。吉住が、近江から都に帰還してしまうのも、時間の問題です。こうなると吉種が将軍の座を失うのも、時間の問題かな。そうは、させるものか。なんとしても、都を取り戻す。丹波の国に落ちた吉種は、速攻で体制を立て直し、都の北西に、軍を展開しました。来た来た。決着をつけましょうぞ。こうして両軍の主力が、都北西の船岡山で、衝突しました。船岡山の戦い、と呼ばれる合戦です。この戦いの結果、吉種方は、住元軍を破りました。おお。しかも住元軍は、多数の戦死者を出し、惨敗というありさまでした。吉種軍の干渉です。さらに、ちょうど船岡山の戦いが起こった頃、近江に潜伏していた、前将軍足利義澄は、病のため急死しました。ちょっと、タイミング。やはり義澄はポンコツ。このように、運に恵まれ、義澄を排除でき、部下たちの奮戦により、住元の軍事力をも排除できました。もう、吉種にかなう者は、いなくなったのです。やっとだ。やっと、安心して眠ることが、できる。いやー、ここまで長かったけど、やっと吉種の時代なんだね。そうだね。やっと吉種の政権は安定するようになるね。でも、ここまで話してきた吉種のお話は、このままハッピーエンド、とは残念ながらならないんだ。ここまで天下に波乱を巻き起こしてきた吉種は、最後にもう一波乱起こすことになるんだ。なるほど。ちなみにそれはどんな波乱なの？あーまた続くになってる。ひどく負けましたなぁ。これから。
我々は、どうしますか。次の戦の準備だよ。その通りでございますな。まだ余力はあります。そして手元には、夏久保様のお世継ぎもいる。我々は、まだまだ戦いますぞ。そうだねー。でも、急がなきゃいけない。僕の命はきっと、そう、長くはないだろうから。え？それは、どういう？なんてねー。